お久しぶりです。10ヶ月以上、投稿してなかったわね。お待たせしていた視聴者の方々には、本当に申し訳ないぜ。今回の動画はサムネとタイトルの通り、動画投稿を再開するという告知だぜ。投稿間隔空きすぎているし、もう忘れ去られていてもおかしくないと思うけど。待っててくれた方のためにも、今後、頑張って投稿していくつもりです。で、ここからは打測だ。投稿サボってる間、ウプ主が何をしていたか、なぜ再開をしたかを、動画作成のリハビリも兼ねて語らせてもらうぜ。自分語りなら参考文献いらないし、楽に動画作れるものね。まず、未だになんでかよくわからないけど、勤めていた会社の代表取締役社長になってしまいました。2年前から決まっていた話ではあったんだけど、いよいよ社長としての仕事をする羽目になったのよね。その結果、仕事量が尋常じゃなく増えてしまってな、中小零細の社長あるあるかもしれんが。社長のウプ主が最高にドブラックな労働をする羽目になっている、社員はそうでもないのにな。有能な人間ならなんとかこなせるんだろうけど、特別優秀でもなければ、突出した成績を出したわけでもない。どっちかというと無能寄りのウプ主が、膨大な仕事量をこなすには、時間を割くことと、仕事への慣れしかない。で、歴史に対して脳のリソースを割くことが、できなくなったわけだ。最近やっとほんの少しだけ慣れてきて、仕事以外の時間を全部ぶっ込んだら、動画投稿できるんじゃね、ぐらいにはなったから。再開しようってわけだ、お待たせしたぜ。まあ、以前と比べたら時間は全然取れないから、投稿速度は落ちると思いますし、ある程度作りダメしてから、投稿するスタイルに変えるので、もうちょっと時間かかると思います。で、次はなぜ復帰しようとしたかというと、ちょっと待ちなさい。なんだよ。休止してる間、何やってたか、言ってないことまだあるわよね。は、はい。休みが取れなかったわけじゃないし、ちょっとした隙間時間があったんだけど、その時間、ずっと麻雀してました。ちゃんたま、玉の間で2000半ちゃん売ってるのは、データサイト行けば誰でもわかるわ、隠蔽できないわよ。ウプ主は歴史オタクでもあると同時に、麻雀オタクでもあるからな。1年間頑張って、最高段位のコンテンまで行っちまったぜ。そして膨大な時間をロスったわけね。はい、何の言い訳もできません。で、再開した理由を語ろう。まず、コンテンになって、自分の中で麻雀が一区切りついた。最初の理由が、また麻雀絡みかよ。でだ、ウプ主は休止している間に、歴史界隈への考え方が変わってな。ちょっと今までと違う取り組みも、してみたいと思ったんだよ。思ってるだけじゃね、実行しないと意味ないけどね。なんとかするぜ。で、最後の理由なんだが、やっぱり一番でかいのはこれだ。逃げ上手の若君アニメ化、2024年放送開始。これ、本当にびっくりしたわね。アニメ化すればいいなぐらいには思ってたけど。まさか本当に、しかもこんなに早く実現するとは。もちろん全力で応援する。この時のために動画投稿をやってきた意味があったと思う。猛烈に感激してる。声優さんも決まってきて、いよいよって感じね。とまあ、逃げ若のアニメ化は本当に嬉しいんだが、一つだけうちにとって、問題がある。それは、10ヶ月投稿してないせいで、チャンネルのアナリティクスが死んでるってことだ。なるほど。応援はしたいんだけど、今のままじゃ力が出せないってわけね。だから今のうちに再稼働させて、備える必要があるってわけだ。ウプ主が麻雀やってなきゃ、もう1ヶ月ぐらい早めに、再稼働できたかもしれないのにね。とにかくタイムリミットは近い、アホみたいに仕事してて時間がないが、そんなものは言い訳にならん。気合と根性と精神力で、何としても再稼働しないといけないんだ。おう。てなわけで、投稿活動を再開します。こんなリハビリ動画に付き合ってくださった皆様、ありがとうございました。また次回からよろしくお願いします。